こしかない。この調子ならここしかない。よしよし順調だね。よしよし順調だね。あ、うまくいってる。こうする方どうかな。あ、うまく
調子ならこの調子ならThank you.
じでいけ。いざ調合。よしよし順調。あ、うまくいってる。どうしたんだ？随分とやる気みたいだけど。うん、私たちアルトさんみたいな錬金術師になりたいなって。僕みたいな錬金術師に、それはやめておいた方がいいよ。君たちが目指すのは僕なんかじゃない。もっともっと上だ。もっともっと上？ああ、僕程度を目標にしてちゃダメだ。どうせなら錬金術を極めるくらいの心意気じゃないと。錬金術を極める？君たちには才能がある。それこそ錬金術の一時代を築けるくらいに。だから僕を超える錬金術師になってみせろ。君たちにならそれができるはずだ。その息だよ。それでなんですけど、そのためにも私たちに錬金術教えてください。
どうしても教えを請いたいみたいだね。いいだろう、教えてあげようじゃないか。ただし僕の指導は地味だよ。錬金術に近道はないからね。ひたすら基礎と応用の繰り返し。つまらない指導だが、それでもいいかい？もちろんです。アルトさんの教えならしっかりこなせば実力がつくだろうし。そうか、じゃあ早速始めよう。途中で音を上げるのは許さないよ。アルトさん、笑顔が怖いんですけど。もう無理。ウィル師匠といい、錬金術師はスパルタばっかり。少しやりすぎたか。まあこれも錬金術師なら誰しも通る道だよ。さて行き先は。ぷかぷかふわふわ空の上、雲の綿あめ食べたいな。メモしておかなくちゃ。
そういえば、スーは虫が苦手なんだっけ。少し意外だよ。そうですか。その手に持ってるのは。使ってちょうだいね。はい。どこに行こうかな。そうだ。ずっと気になってたんですけど、ソフィーさん、前に夢があるって言ってましたよね。あ、それ私も聞こうと思ってたんだ。ソフィーさんの夢ってどんなことなんですか？ソフィーさんくらい実力があるなら、どんな夢だってすぐに叶えちゃいそうなのに。昔、私も同じこと聞いたな。別に隠すことでもないし、いくらでも話してあげるよ。私の夢は二つ。一つは、プラフタを人間の体にすること。さんってもともと人間だから。そうそう、人形と人間だといろいろ違うところがあるみたいだから、これからも一緒に暮らしていくためにも、プラフタのことを人間にしてあげたいと思ってるんだ。もう一つの夢はね、錬金術でみんなを幸せにすること。錬金術でみんなを。うん、私が錬金術を始めたきっかけって、故郷でアトリエを開いてたおばあちゃんなんだ。おばあちゃんが錬金術を使うとね、みんなたちまち笑顔になっちゃうの。私、その姿にずっと憧れてて、だから錬金術でみんなを幸せにできたらなって。なるほど。それで錬金術はみんなのためのものだって。かっこいい。私もそれやってみたい。錬金術でみんなを幸せにしてみたいです。私も自分が作った道具でみんなが喜んでくれると嬉しいから。だよね、憧れちゃうよね。だって私もそうだもん。先生の夢って本当にとてつもなく大きいですよね。そこまで言われると照れちゃうよ。私、お菓子作ってくるね。恥ずかしがることないのに。ですよね。とっても素敵な夢なんだから。うん、この夢がソフィーさんの原動力なんだね。やっぱりソフィーさんはすごいよ。直入にお聞きします。クラフタさんっておいくつなんですか？
気になるのはわかるけど、ズバッと聞きすぎだよ。女性に年齢を尋ねるのは失礼だから。ごめんなさい、プラウタさん。でも知りたいじゃん。大昔ってどれくらい昔か聞けないじゃん。ふふ、構いませんよ。お教えしましょう。私の年は、ごくり16歳です。え？この体は16歳程度に見えるよう作られている。そして人形の体なので年を取ることはない。つまり私は16歳。この体でいる限り永遠に16歳なのです。はあ、本当は520歳くらい？もっとかな。ソフィー、どうして言ってしまうのですか？いや、友達が堂々とサバを読んでるのがさすがに耐えられなくて。520歳、そっか、思ったよりもおばあさん。あ、それは禁句。いいです、いいです。どうせ私はおばあさんなんです。堅物で頑固で文句ばかり言う偏屈なおばあさんなんですよ。そらして、二人とも話題をそらして。そうだ、プラウタさん、質問なんですけど、ずっと本や人形でいたなら早く人間に戻りたくなったりしないんですか？もちろん戻りたいとは思っています。ですが焦るつもりはありませんよ。ソフィーに任せておけばいつか必ず人の身に戻れると信じていますから。わあ、ブラウタさん、ソフィーさんのことを信頼してるんですね。ええ、人の年齢を勝手にバラす弟子であってもね。あ、完全に根に持ってる。そういうところが年寄り臭いんだよ。な、言いましたね。今日という今日は許しません。師匠に向かって。喧嘩するほど仲がいいって言うけど、ソフィーさんとプラフタさんはまさにそれだね。うん、こんなに楽しそうに喧嘩する人たち初めて見たよ。ソフィーは本当にズボラすぎます。そんなだから下着をほっぽり出して。ああ、二人がいるところで言わなくていいでしょ。プラフタだってこの前お尻の部分が。さて、行き先は。作るのか、材料を選んでくんな。この材料でいいんだ。どの特性をつけるんだ？これでいいんだな。よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。材料を選んでくんな。
特性をつける。これでいいんだな。よし完成だぜ。材料を選んでくんな。特性をつけるんだ。これでよし完成だぜ。材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。どの特性をつけるんだ。これでいいんだな。よし完成だぜ。武器を作るのか。材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。よし完成だぜ。ほら受け取るな。材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。よし完成だぜ。ほら受け取るな。材料を選んでくんな。この材料でいい。よし完成だぜ。ほら受け取るな。できたぜ木製の杖。しかし錬金術師ってのはどうして杖を使うやつばっかりなんだろうな。言われてみればそうですね。スーちゃんは違うけど、ソフィーさんとか私とか。なんでなんだろう。そっちの方が賢く見えるからとか。いや案外もっと実用的な理由かもしれねえな。錬金術師って飯も食わずに釜を混ぜ続けるだろう。その間はずっと立ちっぱなしだ。ってことは気づいた頃には足腰はボロボロ。その対策のために杖を持ってるんじゃねえか。いつ歩けなくなってもいいようにな。せっかく考えたのによ。じゃあどんな理由なのか教えてくれよ。ひらめきました。材料が足りないとき、へし折ればそのまま調合に。ビビ、それも十分夢がない。まあ、なんでもいいか。錬金術師には杖が似合うってこったな。
武器を作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。材料を選んでくんな。材料を選んでくんな。この材料で、よし、完成だぜ。ほら、受け取っ。はいはい、俺サボります。日向ぼっこ今日はどんな景色が見られるかな。いざ出発。さあ行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。さてさて、どこに行きますか。店で買うと高いから。何があるかな。冬に向けて貯めとかないと。全力終わり。全力スーちゃんの独断じゃん。行くぞ。
目的地はどのあたり？はい、新しいレシピ試してみよう。さあ行こう。これで助かり。私でよければいくらでも。私もお話しするの好きだしね。やったー、さすがフィリスさん。じゃあ早速お願いします。どのお話がいいかな。空飛ぶお船に乗って空中に浮かぶ島に行ったこと、遺跡で骸骨の魔物と戦ったこと、それとも大きな魔物に連れ去られそうになったこと。じゃあ順番に話そうか。まず空飛ぶお船の話だけど、というわけでイルちゃんを辛くも倒した私はソフィー先生と試験で戦うことになったのでした。次回、熱血錬金少女フィリスちゃん最終決戦、先生との戦い、お楽しみに。ノリはよくわからないけど、本当に波乱万丈な人生を送ってきたんですね。うん、フィリスさんの旅ってそこらの小説よりよっぽど不思議で面白いです。そりゃあ私の大事な思い出だからね。かけがえのない一生の宝物だよ。宝物、羨ましい。私たちの旅をしてそんな思い出作りたい。それもすっごくたーくさん。さて、今回の話はこれでおしまい。ずいぶん長く話しちゃったから、続きはまた今度ね。はーい、楽しみにしてます。それじゃあ帰ろうか、リディ。そうだね、スーちゃん。帰って将来の旅の計画